うもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、かなり前にご紹介したスマッシャーズの T-Rex に卵、小さい卵ね、が入ったセットと、なんかかなり似てるダイナソプラネットを見ていきます。卵割って組み立てて何回も遊べるっていうのをスマッシャーズにあったんだけど、全く同じ感じですよね。ただ今回のはね、歩くってなってるんで、ここ新しいですね。では、取り出します。取り出した大きな T-Rex に尻尾をセットします。これなんか入っててね、重い。よいしょ。はい、セット完了。セット内はね、この大きな T-Rex に卵を組み立てるときに便利なこの台ですね。小さい卵2個入ってて、これスマッシャーズの卵と同じですね。T-Rex とトリケラトプスの頭の骨が入ってます。まずはね、小さい卵から見ていきますね。真ん中にポップエッグって書いてあって、形はね、あのスマッシャーズのあの小さい卵と、これは同じですね。で、なんかデザインもめっちゃ似てますもんね。振っても何も音なんないんだけど、なんか入ってんのかな？割りますね。いきまーす。せーの。割れない。あ、割れた、割れたけど、何も入ってない、これ。何も。マジか。もう一個も多分ね、何も入ってない。箱には、可愛い恐竜がね、こんなのが入ってる、みたいな感じで書いてたんだけど、入ってないんだけど、多分さっき見た、この、恐竜の頭の骨のことなのか、全然写真と違うね。では、割った卵ね、こちらの台座を使ってですね、組み立てます。これがあるとね、非常に、組み立てやすい。卵の一番下のパーツをね、はい、セットして、で、両サイドに、この長いのですね、を、はい、セットして、あと、大きいのを、はい、横に、そーっと、はい、置きます。で、あとは、一番上をセットするだけなんだけど、そうだ、そうだ。卵の中にセットで入ってた恐竜の頭を入れましょう。これ多分ね、T-Rex ですね。クリクリの目になってる。で、トレジャー X でもね、似た恐竜の頭があったんだけど、骨ではないんだけど、形、結構似てる。全く同じではないけど、似てますね。はい、恐竜の頭を入れてですね、余裕で入ります。で、あとはこの卵の一番上の部分ですね、をちょっと広げながら。はい、もう簡単に。はい、元の状態に、ちょっと隙間あるけど、戻せた。ガチャとかの小さいフィギュアね、入れて遊べますね。もう一個の恐竜の頭は、フリルがあって3本の角がある。これは、トリケラトプスですね。はい、まあ下なんか穴開いてるんだけど、これなんだろう。鉛筆とか入んないよね。箱に乗ってた恐竜とは形全然違ったけど、結構可愛いですね。では赤色のね、大きな T-Rex 見ていきます。全長が約35センチで、高さが約20センチ。こちら、マテルダメージフィギュア。背中のボタンと体の横が、はい、こんな感じで、こう、くるんと回転して怪我しちゃうっていう、フィギュアなんですが、これとね、大きさを比べるとですね、全長はこっちの方が短いけど、そう、高さはダメージの方があるんだけど、幅はね、こっちの方がありますね。結構がっちりしてます。これがかなり前にご紹介したスマッシャーズの T-Rex なんですが、めっちゃ似てるでしょ。でも、並べるとね、なんか思ってたほど、まあなんか、うん、なんか一緒じゃなかったんだっていうね。形が意外と違う。うん、なんか、やっぱスマッシャーズの方が、ちょっとこう可愛いアニメっぽい感じになってる。この恐竜ね、体がボテッとした形になってて、可愛いんですよ。スマッシャーズはね、まあどれも外れがなかったですよね。で、背中には、これ卵かな？大きな卵があって、ここを押すと、なんか嫌な音してるね。で、この下の蓋が開いて、こう卵のかけらとかが出てくるようになってたんですよね。で、がっちりとした後ろ足、傷も入ってたりね。なんかかっこいい要素もあってね、あとこの鼻水垂れてたりね、かわいい要素なんかもあってね。すごい、うん、いいよね、これ。で、口を開けるとこんな感じとなってて、で、この中にこう卵加えさせて遊べるようになってましたね。そうそう。背中のボタンとね、中の方にある突起がこう下に降りて、で、卵割るみたいで、これでもできるかな？ちょっとやってみますね。はい、卵を加えさせて、はい、中入りました。で、
あ、これやっぱ卵のサイズが違うのか。あ、無理ですね。残念。今回の T-REX は肌の感じがあのスマッシャーズとちょっと違いますよね。うん、なんかスマッシャーズ面白い感じだけど、これは普通のあの恐竜のなんかザラついた皮膚の感じになってて、ただかっこいいですね。うん、この後ろ足のあの筋の入り方とかもね、いいね。で、爪の部分は緑色にペイントされてます。はい、反対から見るとこんな感じ。こっちから見るとね、ネジが入ってるこの穴が見えちゃうんで、これがちょっとなーって感じですね。で、短い前足2本のこう指があってですね、こう前後に、はい、こんな感じで動かすことができるようになってますね。で、前足の爪はね、細かいペイントはされてなくて緑色になってない後ろ足のみですね。で、あと後ろ足はこんな感じで動かすことができるようになってて、で、後ろに電池が入ってて絶縁シートがあるんで抜いちゃいます。背中にはスマッシャーズの T-REX と似たような卵があるんだけど、ただこれはね、透明になってます。で、T-REX の大きな頭、目がね、かっこいい。これクリアパーツになってるから光るのかも。そうだったらちょっと新しいですね。はい、で、ボコボコっとしたね、この迫力のある形になってて、スマッシャーズとまたちょっと違った形の恐竜になってますね。で、口を開けると、はい、まあ綺麗なね、こう歯があって、あとこの中に卵をセットできるようになってると。では卵を、はい、入れます。口の中に入れて、はい、ここで止まってますね。背中の卵のスイッチを押します。わあ、この恐竜もなんかちょっと嫌なおならのような音がしてた。ただね、蓋は開いたんだけど、これ卵割れて出てきませんでしたね。もう一回押そうかな。あ、すごい、違う音が入ってる。恐竜の角度を変えると、あ、そや、スマッシャーズもこんなだったね。むしゃむしゃね、こう食べてる時の音がするっていう。はい、下に向けて、こう上にやるとね。はい、まあこんな感じですね。で、卵割れなかったっけこれ。ん？あ、やっと、やっと割れた。最後かっこよく吠えてるけど、もう途中ね、すごい音鳴らしてますからね。何回もボタンを押して、やっと卵割れた。まあ、こんな感じ。背中のボタンを押して、こう卵割って遊ぶことができると。まあ、スマッシャーズと同じでしたね。恐竜ね、かっこいい形してるんだけど、ちょっと下品っていうね。で、目がね、クリアパーツ使われてるから、これ光るのかなって思ったけどね。光りませんでしたね。ちょっとこれ残念。で、あと、恐竜のこの、下には、タイヤがあるんで、手転がしでこんな感じで遊べますね。電動かなってね、期待したんだけど、これもちょっとね、違いましたね。もう一個の卵もね、組み立てたんで、もう一度ちょっと最後に一回やりましょう。まずね、卵を下に置きます。はい、下品な音がね、始まりますね。これで角度を変えて。あ、加えた、加えた。卵パクッと食べましたね。で、あとはこの背中のボタンを押し、あー、いけた。こちらダイナソプラネットの T-REX、 形は少し違うけど、前にご紹介したスマッシャーズとめっちゃ似てましたね。仕掛けとかね、同じでしたもんね。ショックだったのは、卵の中にセットする小さい恐竜の、これ骨なんだけど、箱には可愛い、カラーの恐竜が入ってるってなってたんで、いやー、それじゃなかったのがね、めっちゃ残念。可愛い恐竜1体ぐらいね、入っててもよかったんですけどね。はい、ということで今回はこの辺で、またね、面白い、恐竜商品見つけてご紹介したいと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメントに、グッドボタンの方もね、ぜひね、よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。